誰かが狙われていたら一緒に回す。最後の発電機あるじゃん、5代目。一緒に回してるケース、考えてみな。誰かが、ケースしてんだよ。ヒラに追われて。その間にみんなで回す。これ王道じゃん。でもね、野良はね、誰も狙われてないのに5代目一緒に回すの。どうなると思う？ヒラーがとんでもないところにいない限り、うん、接近されますよね。あ、大惨事になりますよね。これ、OK？ ね。それをね、言ったんですよね。さっきのゲームね、クルジャンは勝ったけどね、シェイルとかフェンミンに怒ってるのが意味わかんないっていうリスナーばっかりでしょ。あと思うよ。あ、上手い人はもう意見が通じる。2番目で後方位置の元気なやつが救助者と同じ方向に入ったらやられるって飛んでる食らう切らないで、これ分かるよね。2人の位置が別々にならなきゃいけなかった。それができてなかったから僕は不明のせいか。もう一人は誰も狙われていない場合に5代目って2つの以上の点で回さなきゃいけないけど、ずっと隠れて死のところを強引に回せる。そうじゃないの。誰かが狙われてる時に隙が生まれるから一緒に回して回して、もう用心みたいなのがいいんだろうね。友愛的に怒られて当たり前だろう。なんで吊るされてる人のとこに。俺も事情が分かんないよ。なんでフックに吊るされてる人に、なんでフックに吊るされてる人の位置のあたりにいるの、意味分かんないんだよ。鬼って信用するよね、確かね。どういうことって思うのよ。完璧な状況分かんないけど、見たらさ、移動キャンプになるじゃん。二人の位置が結束で見えてて、俺動いた方がいい。セオリーは元気な俺なんだけどさ、二人の位置は丸見えなんだわ。で、今の俺我慢したことで少しだけでも時間作ったから、こういう風にやって苦しみながら、だからライトマンでしょこれ。もうそういった感じなんだよ。もうちょっとライトマンがいれば無理か。デドバの害虫、それがライトマン。もうそれぐらい。デドバのもうね、害虫みたいなもんや。邪魔でしょ。存在すること自体に邪魔でしょ。迷惑でしょ。でもこんなことしかしないから、もう戦う前にもうね、意味わかる。勝手に呼び回さないから、あの救助ばっかり重視するやつから。デドバのゲームが救助ゲームだったらさ、救助回避しそうなゲームだったら絶対にが終わりに困るんだよ。あ、もうムカつくからこの領域だけはやめない。こんなやつだって捕まった瞬間にどうせこいつが動揺するもん。捕まった瞬間無理やり救助でチェイスしろと言わんばかり。ライトマンダメよ。申し訳ないけど、なんで害虫か。 あ、迷惑を、あの、働き待たないからです。それで負けます。
ライトマンやると基本的に負けます。基本的に負けます。すご腕のライトマンで、もう命中率がものすごい高いライトマンとかだったら別です。非常レベルでもう、すっげえうまいライトマンとかで、ゲーム展開に応じて問題ないゲームなら、あれなんですけど、そうじゃないケースは、負けます。理由ですか？後に伝わらないからね。発電機に触れない、なんかこういうライトマンがね、旧石器時代の出戸場の、基本、ちょっと使えねえなって思う。僕らはね、しかも困ったことにね、自分たちがヒーローだと思ってた。ダイヤルプレイヤしねえんだからキャンプしかしねえやつとゲームしねえんだよ。ライトを救助してほらもうさ役立たずってよ。状況把握ゼロだろ。このケース発電機回してほしいんだか回復してほしいんだよ。 UI も見てねえだろ。役立たずだろ。陽一郎見た本当、外注って言われてもしょうがないだろ。 UI 見てね、俺が間に合うわけねえだろ。どう考えても釣られんに決まってんだろうよ、お前のせいで。 UI 見てよ、治療が入ってねえだろ。どう考えても何やってんだって話なんだもん。こんなことしかしないの。もうこんなやつとゲームしても無理のレベル。やらなきゃいけないことって発電機回さなきゃいけないんだよ。こいつは自分がうまいと思ってんだよ。発電機回さないと何もなんねえだろ。まず
なんで邪魔する何やってんだよ人が時間作ってこのプレイ街使えねえよなゲート上げねえやつってほんと救助入ろうとしてんのトンネルだろうよ今の俺の神プレイでこれだろ献身の働きこれ入るからねこれ見て俺うまいでしょ回復してる時間がないことだからいやー野良モブがいると勝てねえよなー綺麗にやろうとするからな野良モブってよ俺の救助とかに入ってくれって思うけどもうこっちの方は入らねえもう野良モブってベイトが遅すぎるわどうしたらいいんだろうもう同じ方向に入りすぎだよケイトを信じりゃいいじゃんで貸したいケイトでもいいから抜けて頼む抜けてこれこれヒロシャンデッドバランスナンバーワンパウスーパースターう見てわかるでしょ同一で勝ったゲームじゃない誰が見てもスーパースターサッカーで言うとファンタジスタで世界の10番ファンタジスタが体力あるっていうとんでもないあの異次元レベルファンタジスタは体力が基本的にないんだわスーパープレイって言ってもこれ創造性があるプレイヤーなんだけど10番なんだけど基本的に体力がないのが問題点だけどそれの弱点を補ってあのヒロちゃんはねファンタジスタなのに体力が無尽蔵くらいになる例えて言うともうスペインリーグで史上初のミケタのアシストとミケタの得点取ったっていう100得点以上100得点アシスト 100アシスト決めたっていうこういう10番2部で上がったチームがもう1部優勝したっていうバルサやレアルを破って優勝するっていう離れ技をしたぐらいの10番例えて言うとすごいじゃんゲームする能力があるし状況把握がもう抜群でしょあれはもう回した方がいいんだわそうじゃないとダメなんだこいつ絶対自分の手柄だと思ってるあのね救助しすぎなんだライト持ってるせいかバランスが大事でキャンプしてる相手にはゆっくり時間かけながら発電機回さないとダメだって誰かこれがチームの理にならないのむしろ害になっちゃってる害無意識でも自分がやったことが良かれと思ってるけどゲーム見てみな発電機回んなくなるんだわだから時間かけて基本的にキャンプしてるなら静かに発電機回しながら様子伺いながら時間かけながらやるっていうのも一つの手なの最後スーパースターヒロちゃんがいたの陽一のチェイスっていうのも必要だったんでしょ あれには必要だったから別にいいけど俺の判断でもう発電機回したの最終決戦に備えてキャンパーらしい回しとかなきゃまずいっていうそれで勝ったゲームスーパースターヒロちゃんあのライトマンに言うけどよちゃんとやって発電機回さなかったじゃん全然救助のチェイスしてりゃいいんだって全員攻撃全員守備守備だけしかしてない守備職人されても困んの守備職人しかしてません攻撃ゼロですってオフェンスの要ヒロちゃんがいたから勝ったのワールドクラスの10番
誰が見てもわかる。誰が見ても俺のプレイ見てわかんないやつの方がやばいっていうレベル。それくらいワールドクラスの10番、2分上がりのチームを優勝させたから、あのレアルからもうバルサからもうすぐすごくもうあれだったんで、高い位置にいて、もうそっちのチームにいたんだけど、確かに1年目で離れ渡したスーパースターの圧倒のオフェンス力、唯一無二クラス、最高のパッサーが最高の得点能力を持つ、これがヒロちゃん、これがねスーパープレーね。発電機回すやつがエース。サッカーで何点取るやつがエースって言わないの？